それは奈良という場所、そこに関わった人の物語、その原点とは。オリジン、私の原点、奈良。この番組では奈良にゆかりを持つ人々の原点、オリジンを探ります。改めて奥深い奈良の素晴らしさに目を向けてみませんか。きっと奈良が好きになるはず。じゃあお願いします。じゃあお花を受け取りします。ありがとうございます。いや、あの、なんかもいますけど、本当にお綺麗なメイドさんですね。そんなお兄さんこそカマキリみたいですね。いや、誰がカマキリなんですか。翌日の本番へ向けて稽古に励むのはおなじみ吉本新喜劇の皆さん。その座長を務めるのが奈良県田原本町出身の酒井愛さんです。酒井さんは2007年吉本新喜劇に仲間入り、人懐っこいキャラクターと抜群のアドリブセンスで人気となり、2017年には初の女性座長に就任しました。座長の役割は作家とともに物語を作り、演目の全体像を誰よりも把握しておくことです。待てー、なんでこれ、待てー。お兄さんと社内姉さん、ここで待って、はい、これほら、これ先だ。おれ。あ、すみません、何とかしてください。わかりました。もうこのまま、あの、わかりました。覚悟しろよ。わかりました。覚悟しろ。次回のたまに。ずっと新喜劇に入りたかったので、でそれの座長をやらせていただけてるので、あの、皆さん助けてくださって、いつも稽古とか進んでいくので、本当新喜劇できてるのがほんまに嬉しいです。私の台本やからもと思って、受けるかどうかっていうのは緊張するんです。それだけです。稽古は楽しいんです。いつも稽古で自分がこっちの方がいいなと思ってても、実際動いてみたらこっちの方がいいっていうこともあるので、本当に稽古でなんか作っていくって感じですね。今は大阪で暮らしている酒井さんですが、やっぱり奈良が大好き。よろしくお願いします。2017年には地元田原本町の魅力を発信する田原本広報大使にも任命されました。そんな酒井さんのおすすめの場所が、うわー、お土産も買えるよ、ここ来たら。ほんまに可愛いのもいっぱいあるしね、何でも美味しいから。そう、だから奈良はもうやっぱりこの子とかね、いちご子とかの、私やっぱりいちごの季節は絶対いちご買って帰るんですよ。ここに来たらこういうお土産も買えるわけですよ。あら、大きなかき氷が出てきましたよ。喋らんでもいいですか。多忙な毎日の中、時間を見つけてはこうして奈良へ帰ってくるそうです。最高や。そんな彼女が吉本新喜劇に憧れたのは驚くほど幼い時でした。4歳とか保育園の保育所に通ってた頃の時代ですね。もともとお笑い好きやったと思うんですよ、小さい頃から。でテレビ見た時、初めて新喜劇見た時にめっちゃ笑ってんのに悲しいシーンがあって、でも最後めっちゃまた笑って終わるっていう、もうこれなんやと思って、その時ブラウン管やったんですけど、この箱の中入りたいと思ったんですよ。そっからずっと新喜劇見るようになって、もう新喜劇に入りたいってもう気づけば思ってましたね。それに対してご両親は信じてなかったと思うんですよ。
でも私の気持ちはもう変わらなかったです。ずっとその思いをより一層強くしたのが俵本町にある津島神社での体験でした。俵本町にはね、祇園祭っていうね、もうほんまに一大イベントがあるんですよ。屋台がすごいだけじゃなくてね、すごいですよ、ここぎゅうぎゅうですよ、もうみんな。もう俵本町のみんな来るんちゃうかっていうぐらい。もうそれは昔からあって、そこにね、毎年ね、吉本の芸人さんが来るんですよ。ここに舞台あるじゃないですか。この奥ね、奥の舞台。けどその中で池のメダカ師匠と島木丈二師匠の猫さん熊さんっていう熊さん猫さんっていうコンビが出てきたんですよ。私新喜劇入りたかったから、こんなにメダカ師匠って小さいんやとか、こんな近くで見てもうめっちゃ興奮したんですよ。やっぱり生で見たら全然迫力も違いましたし、なんかお客さんと一緒に笑ってるその空気感も違いますし、めっちゃ最高やったんです。それが当時はまだ手の届かない存在だった吉本新喜劇の舞台。この後夢へと導いてくれた酒井さんの原点オリジンにご案内しましょう。オリジン、私の原点、奈良。第2回は吉本新喜劇の酒井愛さんです。久しぶりに警察署見ました。この1階の奥の窓口にいてました。実は彼女、芸人になる前は警察署に勤める公務員だったそうです。それでも吉本新喜劇に入りたいという夢を叶えるためオーディションを受けて芸人の道へ。そんな折れない心を培った場所があるといいます。着いた。酒井さんが降り立ったのは母校奈良県立生駒高等学校です。何年ぶりでしょう。うわ、懐かしすぎる。さあ、珍しいと思うんですけど、生駒高校は食堂があるんですよ。うわ全然変わってない。わあ、学食、なんだか懐かしい気持ちになりますね。びっくりしてます。嬉しい。もうね、全部美味しいんですよ。全部美味しいんですけど、私はもう中華そば大好きで。これ何ですか？これね、50年の50周年の時に作ったあれなんですよ、うん、みんな乗ってるんです。いましたいました。嬉しい。いた。その時に流行ったしっかりしこう伸ばさないピースしてるわうわ懐かしい。うわ嬉しい。ここを通り抜ければここ部室やったんです。今やってんのかな、嘘やろって感じやろと思うんですけど、部室やったんです、ここ。めっちゃ懐かしい。ここが武道場です。入らせてもらおう。失礼します。懐かしい。すごい香りそのまま。懐かしい。まだあったんや、残してくれてたんや。やった。私あの実は生駒高校の柔道部なんです。でももう
現在はね、柔道部人数いなくなっちゃって廃部になっちゃったらしいんですよ。あれ残ってる酒井や、やる、残してくれてるやん。これ全部私書いたんです、字。5年生からやってまして、柔道クラブでずっとやってて、中学校は柔道部なかったんで、で高校で部活に入ったって感じです。ここで柔道をね毎日してたおかげで、新喜劇でこける時めっちゃ綺麗って言われます。はい。私の原点オリジンは生駒高校の坂です。ここは生駒高校の正門へと続くとっても急な坂道。柔道部のね、このトレーニングでいつもこの学校の周りを走るんですね。で一番最後ずっと走ってきて、この坂、これが本当に私にとって地獄の坂道で、もう毎回そのトレーニングが辛くて、一回ずるしてこの坂登りたくなくて、その崖の方から上がって、道場にゴールしたんですね。でも普段柔道部の中で一番遅かったんですよ。一番遅かった私が一番にゴールしてたんですよ。ほんでみんなおかしいぞおかしいぞってなって追及されまして、先生にもバレて、もうずるしたということで、結局こう登らなあかんのをずるしてしまった。その時ずるせずしっかり地道に真面目にコツコツ努力してゴールにたどり着く、そうじゃないとほんまに幸せはつかめないぞと、結果は得れないぞっていうのをその時にね学んだんです。私坂井愛のオリジン原点はここ生駒高校の坂です。